はい、こんばんは、竹下敦史です、大変残念なお知らせなんですが、僕の愛用しているね、フェンダーストラトキャスターのアンディ君、ボリュームポットが、壊れてしまいまして、しばらく弾けなくなってしまいました。弾いていたね、何か違和感を感じて、スイッチを切り替えた時に音が出たり出なかったりという現象が起こっていたんですが、自分でね、中の配線を開けてみたところ、一部接触不良になっているところがありました。そこでハンダでね、その部分を修復したんですが、今手元にハンダの吸い取り機という余ったハンダをこう吸い取る、ものがあるんですが、手持ちがなかったんで、なんとか配線をし直したんですが、結果的にねボリュームポットに、ハンダが流れ込んでしまいまして、ボリュームポットが壊れてしまいました。本当に悲しいことなんですが、治るまでの間ね、とても大切にしている、フェンダーのストラトキャスターが弾けません。はい、これはもうね僕の、単純なミスなので、本当に申し訳ないことをしたなと思っております。自分で直せればいいのですが、若干まだねストラトキャスターの内部の配線の、順番つなぎ方がわからないんで、友人のねギタリストにお願いしようと思ってるんですが、こういうトラブルというのはね、いつ起きてもおかしくないことなので、やはり自分でねできるようにならなければいけないとは思っております。はい、ギターが壊れてこんなに悲しい気持ちになるんですね。とても切ないような、ギターに申し訳ないような、そんな気持ちです。ギターってねやっぱり大事に扱っていても、エレキギターというのはねやはり電気を使って、そして、弦の振動をね、ピックアップというマイクで拾ってそして音が出るものですので、こういったねことが起きてしまうのも致し方がないのかもしれませんが、僕自身のね、注意不足と、あとはもっとね、丁寧に慎重に作業するべきだったかなと反省しております。しばらくの間ね、フェンダーのストラトキャスターでの演奏をお届けできません。大変申し訳ございません。今後ともねこのチャンネル、ご覧いただけますよう、よろしくお願いいたします。竹下敦史でした。